村と一世、村と一世、1319年、もしくは1326年から1389年6月15日、オスマン帝国の第三代皇帝、在位、1360年頃から1389年、第二代君主オルハンの子。母は、アナトリアのアクリタイ、アナトリア辺境を守備するキリスト教徒の軍人の、娘ホルフィラ。 オスマン帝国の君主の中で初めてスルタンの称号を用いた人物とされている。シチオルハンの政策を継承し、バルカン半島での勢力の拡大を積極的に進めた。キリスト教国に対する戦勝はイスラーム世界におけるオスマン帝国の名声を高め、ヨーロッパ諸国は信仰のオスマン帝国の動向に注意を向け始めるようになった。支配者。 神の代理人を意味する、ヒュダ・ベンディギャール、フーダ・ベンディガーの別名で呼ばれる。1319年もしくは1326年、オスマン帝国の君主オルハンベイの次男として誕生する。父オルハンの在位中和の知事を務めていた。オルハンの存命児は、村との兄スレーマンパシャが、オスマン帝国の後継者と目されていたが、1359年にスレーマンは、 不慮の落馬によって急死する。オルハンの死後に、ミコたちの間で、後継者争いが起こり、抗争を勝ち抜いたムラトが、定位につく。即位後最初の2年間、ムラトは、アナトリアで起きた、反乱の鎮圧に注力する。バルカン半島の軍事を、将軍のララシャヒンパシャ、ハジールベー、エウレノスベーラに任せて、アナトリアに渡り、東方のの先導によって、愛、 職人の同業者同盟に占領されたアンカラを回復した。アンカラを奪還した後に、ビザンツ帝国、東ローマ帝国が領有するアドリアのオープル、エディルネ攻略の準備に取り掛かり、援軍を阻止するために周辺の城を攻撃する。エウレノス米は、コモティニ、ギュミュルジネとディメトカ、ハジール米はトキュプセラ、アレクサンドルーポリ、デデアーチを占領した。 1362年7月にアドリアノープル攻略に派遣したララシャヒーインパシャがサズルデルの戦いでビザンツ軍に勝利し、1363年にアドリアノープルはオスマン帝国の支配下に入る。さらにララシャヒーインパシャによってフィリッポポリス、フィリベ、プロブギフ、サグラ、セデスが制圧され、トラキア地方はオスマンの手に返した。 特に食料の補給地点、エディルネを守る前線基地、バルカン山脈の北から侵入する敵軍の監視地点としての役割を有するフィリッポポリスを獲得した意義は大きく、要所を占領したオスマン軍は進軍を一時停止し、軍備を整えた。セルビアに逃亡したフィリッポポリスの上司はセルビアにオスマンへの攻撃を要請し、強行ウルバヌスゴセはゼキリスト教徒に ハンオスマンの十字軍を呼びかけた。ハンガリー、ブルガリア、セルビア、ワラキア、ボスニアからなる連合軍がエディルネに進軍し、ハジール米が偵察に向かった。ハジール米は数で優位に立つバルカン連合軍の油断に乗じて奇襲をかけた。奇襲を受けたバルカン連合軍は混乱に陥り、逃げようとした者の,の多くがマリザ側で溺死した。 1364年のマリザカ藩での戦勝はトルコ語でセルビア総崩れを意味するスルプスンドゥの戦いの名前で呼ばれる。村とは敵国の奇襲に対応するため、1366年にエディルネをバルカン半島での都とした。1453年にコンスタンティノープル・イスタンブールを占領するまでの間、エディルネは アナトリアのブルサと並ぶオスマン皇帝の居住地とされる。オスマン帝国のヨーロッパでの勢力の拡大に対して、これまで対立していたバルカン半島の国家は、団結してオスマンに抵抗しようとしていた。1371年、ララシャヒーンパッシャが、セルビア・ブルガリアの有力諸侯であるブカシン、ムルニャブ・チェビチを、マリザカ藩の戦いで破り、 セルビア・ブルガリア征服の一歩目を踏み出す。同年に、ムラトは、ララシャヒーインパシャ率いる遠征軍をブルガリアに派遣する。ララシャヒーインパシャは、ブルガリア皇帝をサマコフの戦いで破り、ブルガリアを侵入させた。ムラトは、シシマンを熱く待遇し、イヴァン・シシマンの妹、マリアを日に迎えた。また、1371年から1372年にかけて、 ブルガリア遠征と同時期にエウレノスベイがマケドニアを攻撃していた。エウレノスベイの攻撃により、カバラ、ドラマがオスマンの支配下に入る。1373年、ムラトの子であるサウジがビザンツのミコアンドロニコスと共謀して、クーデターを加わがてる事件が起きる。ムラトは反乱を速やかに鎮圧し、サウジを盲目にした上で処刑した。1375年に、 セルビアが領有する種を一時的に奪い、種を失ったセルビアは大打撃を受ける。1378年には、オスマン軍は、協約を破り、ブルガリアに侵入した。軍備、内政の安定のため、村とは1380年までの間に、バルカン諸国と一時的に休戦協定を結んだ。ブルガリアはオスマンに侵入を誓い、セルビアは、毎年一定量の兵力と銀を奉納した。 1381年に王子はヤジトとの王女でウレトハトンの古忍を成立させ、恩師としてゲルミアンの首都であるキュタヒア、エメト、タウシャンル、スイマブを獲得した。ハミド公国には圧力をかけ、ウスパルダ、カラーアーチ、アクシセヒルを買収した。また、アナトリアでのオスマン帝国の拡大は、カラマンに危機感を抱かせ、アナトリアのオスマン領は、 カラマン公国の攻撃を受けた。ムラトは、ヒュタヒアニ軍を集結して、カラマンの首都コンヤに進軍し、カラマン平野の戦闘で勝利を収める。この時に、ムラトが率いていた軍には、同盟国である、ビザンツ、ブルガリア、セルビアの兵士が加わっていた。1387年、カラマンは、オスマン公国から奪った土地の返還を認め、和平を結んだ。同年 4年の包囲の末に、ビザンツ帝国の勢力圏にあったペロポネソス半島の主要都市であるテッサロニキがオスマン帝国の支配下に入る。ビザンツ皇帝マヌエル2世はオスマンへの侵入を拒んでいたが、テッサロニキの攻略後に、村とはマヌエル2世から侵入の誓いを受けた。一方、バルカン半島では、セルビア、ボスニア、クロアチア、アルバニアが、 ハンオスマンの同盟を結び、オスマン帝国に侵入していた、ブルガリアも、密かに同盟に参加していた。ムラトはセルビアへの進軍に先立ち、1386年に、大宰相アリーパシャをブルガリアに派遣した。アリーパシャは、ブルガリア軍をニコポリスで破り、1388年までに、ブルガリアの大部分がオスマンの支配下に入った。 ムラとは以前と同じように、シシマンを手厚く待遇し、オスマンへの協力を誓わせた。とはいえ、1386年あるいは1387年には、ボスニアに侵入した2万の非正規の騎兵、アクンジュガでセルビア・ボスニア連合軍に大敗を喫する、事件が起きる。また、セルビア港、ラザル・フレベラノビチの下には、ブルガリア、ワラキア、アルバニア、 ハンガリーから援軍が集まり、セルビア・ボスニア連合軍の兵数は、急速に増加していった。1389年春、ムラトはセルビアに申請を行い、オスマン軍とバルカン諸公の連合軍は、コソボ平原で激突する、コソボの戦い。オスマン軍は戦闘で勝利を収めたが、ムラトは戦闘の最中に、セルビア人貴族によって殺害される。戦後、報復として、 ラザルをはじめとするバルカン諸行が、村との後を継いだバイアジトによって処刑された。戦勝の結果セルビアがオスマンの支配下に入り、バルカン半島におけるオスマンの半島はより拡大した。村と一世は人道で指揮を取る人物だった。法律を遵守し、国家に対して献身的に奉仕し、キリスト教徒にも公正な判決を下したと伝えられる。村とは、 父のオルハンと同じく、米、軍港の称号を名乗っていたが、碑文や貨幣の一部では、スルタンの称号を使用していた。イズニクのニルフェル級品位の碑文には、スルタンの称号が使用されている。村と一世の知性、オスマン帝国は、他のイスラム先進国をモデルとした、国家組織の再編を行った。オスマン帝国の常備軍であるイエニチェリは、ラトが、 征服地のキリスト教徒を徴用した者が起源とされている。父オルハンが創設を試みた常備軍の実現を目指し、奴隷として入手した異教徒、異民族に訓練、教育を行い、軍人奴隷に育て上げた。そして、1360年代のトラキア征服中に施行されたペンチック、ペンジック制度は家にチェリを徴収する、デヨシルメ制度のもととなった。 奴隷を獲得するために戦争で獲得した捕虜の5分の1が君主のもとに送られ、彼らが軍人奴隷に当てられた。軍隊の組織化が進められるとともに、ミコの軍事的役割は減衰し、側近がベーレルベー、軍司令官の地位につくようになる。代わりにミコたちは三尺、将軍ファンクの長に任命された。村との地位性では、 従前のオスマン帝国で軍事を司っていた皇族とガーズイー、アナトリア辺挙を守備するトルコ系の戦士に代わり、君主直属の軍人奴隷が軍隊の指揮官を務めるようになった。また、遠征にはオスマンに侵銃を誓ったバルカン半島の王公や領主も加わっていた。村と一世のもとでは、国の方を担うカーディー、判事制度が整備され、新たにカザスケル、 司法長官職が設置された。行政を司る最小には、軍事的な権限が与えられ、権限の拡大に伴って、大最小を筆頭とする複数の最小が軍事と行政を担った。カザスケルに任命されたチャンダルル家のカラハリルは、家にチェリの桶家に関わっていたと言われ、チャンダルル家は大最小と最小を多く輩出した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。